はようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、メガドックですね。これあのメガバスの超巨大マグナムペンシルのメガドックね、目ぶっ飛んでっちゃいました。暗闇きっと暗闇でヒットしましたよ。どうかな、最後は。よいしょ、よいしょ。いいサイズだね。すんごい効く。よいしょよいしょ、抜いてみようか。よいしょ、よいしょ、いいサイズじゃん。メガドック来ましたよ。イエーイ。ねえ、夜メガドック最近ハマってるんですけど、これ結構視認性がいい色でね、暗闇でもね見えちゃうんですよね。キャスティングの折からなんですけど、なんかね昼間より夜の方が見やすくていいかなーなんて。イエーイ。じゃあね、こいつを逃がしてあげたいと思います。メガドックフィッシュで、タックルはねちょっと遠投重視で、バンタムの長めの竿に 100g までね背負えるって竿なんですけど、エクセンス DC、 それにこのねキャスティングの折りからのメガドック、これでねちょっと暗闇をチョーンチョーンチョーン、当たり見れなかったんだけどね、ガバッそういう感じで釣れております。はい、ね、結構ねこの色お気に入りで、いっぱい投げているので、でまあね、シーバス釣った時とかにこう戦場でバッタンバッタン暴れたりしたのかな、こっちの目がなくなっちゃったんで、こんな感じにしてるんですけど、まんま浮きですよね。うん、この状態いいなと思ってね、あえてこっち側に、こっち側ねまだね目ついてるんです普通にね。うん、でもねこっちの目なくなってもいいかなっていうね、そんぐらいね、なんというかこっち側がねシビいなと思って、っていうのはね、これね、キャスティングの折りからのシークレットボバーってからだったかな、多分50個ぐらい限定とかでそういう感じの色だと思うんですけども、これがね目がなくなった暁にはね、なんかねそのうちムーチングで浮きに使ってやろうって思ってて、ね、今ね、まあすごい釣れるんで、シーバス釣ってますけども、まあ例えばそうですね、ハワイね、なかなかね、海外旅行とかもういつ行けるのかわからないんですけども、行った時とかに、これの後ろにね、針つけて、で、この針は外してね、で、ムーチング、ね、餌釣りでなんか大きな魚狙ったりしたいな、なんていうね、夢もあるので、そんな時にね、浮きに目があったらおかしいだろうって。こっち側の方が正解かな。まあまあすいません、どうでもいい話なんですけど。ああ、あとね、なんだこれ、針曲げられてるな、気づいてなかったんですけど、ちょっと今見たら、あ、針曲げられてんじゃんっていうの気づいたんで、まあ結構、あ、2本ね、針もね、交換してまた使っていこうかなっていうふうに思うんですけども、まあ夜ね非常にこれ視認性が良くて、見やすいカラーっていうのでね、おすすめのカラーになるので。
でまたそうですねキャスティングとかで、なんだろう限定版って言っても人気が出ればね再販なんていうことがあるかもしれないので、ね、こんなカラーあるんですよということで、でだいぶ釣ってきたんでね、歯型とかね擦り傷とかもね増えてきましたけども、メガドックに関してはどのカラーも塗装が強いよなってね、結構ね投げ込んでるメガドックなんか引っ張り出して見てみてもね、本当ね塗装が強いんですよね。まあ目のところはねちょっと今回取れちゃいましたけども、こんな感じで、結構もうバッシャンバッシャン投げてね、雑に使ってるんですが、本当ルアーの耐久性が強いなっていうところと、あとはやっぱりかけてからバラさないよなっていうのがね気に入りですね。なんか困った時はこれ投げればなんとかね魚引っ張り出してくれるっていう、そんぐらいね信頼できるルアーになってきたんで、まあ色はともかくねボックスにはその時持っていこうかなっていうのは1個はね入れていって、そんな状況であります。で、まあ、これとね、双璧をなしてね、最近はラッキークラフトの、スーパーサミー198か。あれはね、あれで音が良くて、なんかすごい響く音がして、ちょっとこういう着方でっていうところで、で、なんだろう、この左右のピターン、ピターンってこうね、水面を叩きながら、そんでもって、まあ、ちょっとしたこういうガラガラ音もね、スーパーサミーほどではないんですけど、なんかゴトゴトサウンドで、ちょっとサウンドアピールもしつつ、それでもってね、とにかく綺麗な首振りね、が誰でも簡単にできるっていうね、そんな感じで使いやすいルアーだなっていうことでね、ボックスに一つはっていう感じでね、入れております。まあかけてからね、ほんとね、バラシが少ないっていうことで、ここら辺のね、回転する。だとかなんかいろんな要素が複合してなんだと思うんですけども、引き続きね、まあ、夜でもねすごいよく釣れるっていうのがね今年見つけたというか、自分なりにねああそういう感じなんだって気づいた点なので、まあ、昼夜問わずねなんか魚が上ずってんなとか、であとはね上ずってなくてもね下の方に道っていてもねなんか表層で誘い出す力があるんだなってのと、あとトップウォーター特有のこう止めておけるガーンガーンガーンってやって、夜の場合ねやっぱちょっとステイ長めにするとねボワーっていう感じでね出たりするんで、まあそこら辺が、まあ、昼と若干なんだろう使い方が違うなって印象はあるんですけども、まだねね、そんなに極めてはいないので引き続きね、昼夜とかね、あと潮ですね、上げ潮下げ潮ね、潮止まり問わずねいろんなタイミングで投げてね、あこういう時こういう感じなんだなんていうのをね掴んでいけたらね、また動画で、報告できればなと思いますんで、またこんな使い方とかもよく釣れますよなんていうのがありましたら、ぜひコメント欄なんかでね教えていただけると、ありがたいなと。感じで、はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、メガドックのこれはねキャスティングのオリジナルカラーですね、シークレットポパーカラー、はい、これでね、いいシーマスが釣れてるってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。